ルイス・レオン・サンチェスは、スペイン、ムルシア州、村出身の自転車競技選手。J スポーツの実況などでは、同じスペイン出身で、サンチェス性を持つサムエル・サンチェスとの混同を防ぐため、LL ・サンチェスと呼ばれることもある。実定のペドロ・レオンは、SD ・エバルに所属する、サッカー選手である。2004年、リベルティ・セグロスと契約を結んで、 プロロードレース選手となる。同チームには、後にグランツール完全制覇を果たすことになる、アルベルト・コンタドールが在籍しており、2006年まで、チームを共にした。2005年、ツール・ド・フランス初出場、総合108位。2006年、5月に欧州ロードレース会を、新刊させた、オペラシオン・プエルトの影響により、6月、チーム名を、 アスタナビュルトと名称を変えたものの、同年シーズンを最後にチームそのものが解散を余儀なくされてしまった。2007年、ケスデパーニュに移籍。2008年、二度目の出場となったツールド・フランスの第七ステージでは、ダウンヒルにて単独アタックを決めて解消した。2009年、パリ・ニース第七ステージにおいて、前日まで、 総合主位のアルベルト・コンタドールを置き去りにした、会心の走りを見せて、総合主位の座を奪うや、最後まで主位を守って、総合優勝を果たした。アルプス山脈声となったツール・ド・フランス第8、ステージにおいて、サンディカ・カザールらを下して勝利。2010年、クラシカ・サン・セバスティアンでは、アレクサンドル・ビノ・クロフ、カルロス・サストレとの同タイムゴールを制止優勝。 2011年、ラボバンクに移籍。2012年、ロンドン五輪個人 TT では、スタートと同時に、チェーンが切れ繊維喪失の末ゴール。2013年2月、オペラシオン、プエルトとの関連を報道されたことから、所属チームのブランコプロサイクリングより、暫定的な出場停止処分を受ける。2014年、カハルラルセグロスルガ移籍、ブエルタエスパーニャで、 三岳賞を獲得する。2015年、アスタナプロチームへ移籍。ヴィンチェンツォ・ニバリア・ファビオ・アルーノアシストとして走る。ツール・ド・フランス2009の第18ステージ個人 TT にて、トップから44秒遅れの7位に入る一方、1級2つ、2級1つが、組み込まれた三岳ステージであった第8ステージにて、 ゴールスプリント勝負を制するなど、アルベルト・コンタドール同様のハイレベルでバランスさせているオールラウンダーとして認められている。一方、サンチェスがサンチェスらしい走りを見せるのは山岳の下り側である。下りを利用してアタックをかけ、 逃げ集団に追いつくというレース展開が数多く見られ、2008年ツールでの濡れた路面での危険な下りで単独アタックを成功させての優勝を果たし、クラシカサンセバスティアン2009でもこの方法で戦闘集団に追いつくという見せ場を作っている。速報、ブランコプロがフエンテス事件への関与でエルサンチェスの調査を開始。 サイクルスポーツ j p 2013年2月2日付。ありがとうございます。